東京ヴェルディミッドフィルダー渡辺康太です。14歳の頃の自分はサッカーしかやってなかったイメージですね。もう少し勉強もしておけばよかったかなと今思います。試合中に消極的なプレーではなくて積極的にチャレンジしていろんなプレーを試すのがいいと思います。高校入ってからとか少しずつプロというのを真剣に考えながらやってきて、その練習で何やるとか決めて、今日はこれやるっていうのを具体的に決めて練習、それをずっとやっていけばいいと思います。自分は小さい時から身長も大きくなかったので、大きい選手に対しても抜いていけるようなテクニックをずっと磨いてきました。14歳の時は外国の選手とやる機会がなかったんで、この大会が初めてで、やっぱ日本にはいない体格の選手もいたりしたんで、それはいい経験になりました。試合終わった後、カイロの選手だったんですけど、仲良くなったというか、スパイクを交換しました。最初会った時からめちゃくちゃでかくて、結構衝撃的なでかさでした。試合とかも結構したんですけど、キーパーで何度も止められて苦しめられました。自分もですけど、お互いピッチに立てるように頑張りましょう。海外の選手とやることは機会が少ないと思うんで、そこで自分のできることとかを試していっぱいチャレンジしてほしいなと思います。選手たちもやっぱ会場の雰囲気とかでモチベーションとかも変わると思うんで、いい雰囲気を作ってください。